の収入源を10個作るチャンネル今回は無一文レベルでお金がないとき、助かる救世主サイトはこれということで、本当に目先のお金がないときは何をしたらいいのかというのを解説していきます。まあ、僕は2017年まで、 フリーター1本でやってきました。28歳の時まで月収10万ちょっとだったんですけど、まあ、そこからね、えー、ブログとかまあ,あいろいろやって、えー、なんとかなったわけですがあ、お金がない時もありました。まあ、そんな時に役立った救世主サイトを今回は紹介したいと思います。その前に、えー、収入源の作り方概要欄にあります。そしてブログ相談サポートやってます。 そして3ヶ月で収入源を増やすメルマガ。こちらも概要欄にありますんで、ぜひ概要欄も見てみてください。では、本題なんですが、無一文の時に考えることですね。まずこれです。すぐにお金になるものを探す。もうこれはもう基本中の基本ですね。ただ、このすぐにお金になるもの。これ、思いつくの何個ありますかと。 いうことなんですよね。えー、ほとんどの方がアルバイトになるんじゃないかと思います。で、アルバイトはアルバイトでも単発バイトもありますし、まあ普通のアルバイトもあるということ。そして、ポイントサイト。そして、私がかなりやった知見ですね。えー、最終奥義と言ってもいいと思いますけれども、まあいきなりやるのはどうかとは思いますがあ、そういうやり方もあります。そして、 稼いだお金を次につなぐ。これが大事です。稼いだお金を全部使わない。これですね。これ。本当に大事です。次の収入源に生かしてこそ意味があります。例えば、ブログ運営。初期費用かかりますね。月額1000円ぐらいなんですけれども、本当にお金がない人にとってみれば、まあちょっとしんどいですよね。月額1000円ちょっとで、まあ1年で1万5000円ぐらいですかね、えー。かかるんですけれども、そのお金を捻出するとなるとお、やっぱり何かしなきゃいけない。 でその時にポイントサイトとか知見とか単発バイトとかそれで稼いだお金を使うということですねブログをいきなりやると、まあ、お金がないんでまずは他の他でお金を稼いでそしてブログに挑戦するということですねでブログに挑戦する資金を残しておかないとはブログじゃなくてもいいんですけどね動画編集とかでもいいんですけれどもそのお金を残しておかないっていうのは問題です絶対に残しておきましょうでは 知っておきたい救世主サイト。モッピー。まず1個目、モッピーですね。えー、高単価案件、たくさんあります。まあ、ポイントサイトなんですけれども、高単価案件がたくさんありますし、まあ、ネットショッピングでもポイントを付けられるということで、えー、すごくいいです。でモッピーは確か楽天とかではなくてですね、楽天も付けたかな。au、えー ショップ、aupay ショップかな、えー、とかも作れます。まあ、ちょっと検索してみてください。ネットショッピングでもポイント作れます。で、たくさん使ってライター案件に活かすということでえ、モッピーを使うとですね、高単価な案件と低単価な案件があるんですよ。言ってしまえば稼げる案件と稼げない案件ですね。で、その稼げる案件、あるいは稼げるジャンル、これがライター案件でも稼げるんですよ。なので、ポイントサイトで高い ポイントが得られるものはどんなものなのか。これをですね、しっかり感じながらですね、えー、ポイントをゲットしていただきたいと思います。で、次にポイントタウンっていうのがありまして、モッピーと同じポイントサイトです。で、こちらも数多くの案件がありますので、ぜひ見てみてください。公式サイト、ねえー、モッピーポイントタウン概要欄に載せています。他にもね、いろいろあるんですよ。ハピタスとかね、えー、もあるんですけれども、ポイントサイトはですね、たくさん登録しすぎない方がいいです。はい。 なぜかと言いますと、最低換金額みたいなのがありまして、ポイント分散するとですね、最低換金額に及ばない可能性があるっていうのと、あと、手数料ですね。3つも4つもポイントを貯めてですね、ポイントサイトで貯めて、全部換金するっていうのと、手数料がそれぞれでかかってしまう可能性,可能性というかかかってしまいます。なので、手数料分ちょっと損をする可能性があるんで、ポイントサイトはそんなに多く登録しなくていいです。まあ、2つぐらいでいいかなという感じですね。 1>, 1万円ぐらい案外サクッと稼げます。稼げるんですよ、これが。で、まあ、あのー、ポイントサイトで稼ぐコツとしては、しっかり案件の詳細を見るということですね。詳細を見て、達成条件を確認するということ。そして、高単価な案件をやるということ。これが大事です。では、単発バイトや知見の話をしていきましょう。単発で稼ぐってなるというのはですね、クラウドワークスとか、シュフティとかね、まあ、そういうサイトもあります。まあ、いろいろあるんで、本当いろいろあります。本当に。 えー、一般ありすぎて困るんですけれども、まあこの2つぐらいは押さえておくといいかなと思います。まあクラウドワークスは在宅なので、えー、まあバイトっていう感じではないのかもしれませんけれども、まあ単発で稼げ,稼げるということですね。そして、知見サイトですね。えー、最後のああ、ごめんなさい、最後に使うですね、5時ありますけれども、最後に使う殿下の宝刀、ハテナになってます。概要欄の記事、チェックしてからの方がいいかもしれません。 概要欄に記事貼ってます。無一文でもどうやって稼ぐのかみたいな、まあ、そういう記事になってるんですが、なってるんですが、治、ま、験、あ、っていうのはですね、一応地域が限られます。関東、関西、まあ、福岡もありますけれども、まあ、関東、関西ですね、基本的には。っていうのと、あと制限がありまして、水とかしか飲めないとかね、まあ、飲むものは基本的に水とお茶だけです。で、提供された食事しか飲みません。お菓子とか持っていってね、食べるわけにいかないんですよ。あと注射があります。とか、いろいろあるんですよ。うん 病院ののの外に出れなないいいいは当然なんですすけど、まあ、そういうのがろろありますただ、協力費というのがありまして、まあ、お金なんですけどもらえるんですね。で、それがですね、10万円とか20万円とかもらえるんで、僕は結構活用していました。はい。本当にお金がない人が活用する治験サイトです。はい。 で、無一文の時にやってはいけないものがあります。これがブログ運営ですで。散々このチャンネルで押してきたブログ運営なんですけれども、無一文の時はやっちゃいけないということですね。えー、あくまでちょっとお金がある。まあ、1年で1万5千円ぐらいなんで、そんなにお金いらないんですよ。月額1000円ぐらいですよ。ね、月額1000円,円ちょっとだったら、何度か出してもらいたい。ただ、それすら厳しいという人はですね、まあ、ブログ運営をまずは避けるというのが大事ですね。 で、やっぱワードプレスが必須です。無料ブログで立ち上げて収益化ってなるとですね、まあ、ちょっと稼ぐっていうのはね、まあ、稼げなくはない。まあ、稼げる可能性はありますよ、もちろん。ただ、まあ、相当なハンデ戦になるんで、やっぱり、ワードプレスでやるということですね。なので、まあ、初期費用がかかるんで、ポイントサイトをまずはやって、まあ、クラウドワークスとかもやって、ブログの初期費用を貯めてからブログをやるという順番がいいと思いますね。 で、無一文の時に、これが問題ですね。こっちですよ。情報商材やスクールとかって、無一文なはずなのに、なぜか情報商材を買っているとかね。まあそういうことがあるんですよ。無一文じゃなかったのか、お前はみたいな。えー、お金あったんですね。で、スクールとかですね。えー、5万、6万とかね。出しちゃうんですよ。お副業スクール。そして、えー、まあと、なん,てうんですかね。仮想通貨とかね。まあそういう、ありますけど、あの、それはちょっとダメです。 ポイントサイトとかバイト知見でまず歯を食いしばってやんなきゃいけないです。これはもうしょうがない。これをやって、まずパソコンがない場合はパソコンを買う。そしてブログとか、その収入源、挑戦したい場合はその収入源の初期費用にするということです。ポイントサイト、バイト、ね。この辺がやっぱり中心ってなり,ますなりますけれども、特にポイントサイトはおすすめです。なぜかというと、お本当に5000円とか1万円をサクッと稼げるからですよ。 はい、なのでポイントサイトは先ほど言ったモッピーとかポイントタウンはぜひ見てほしいかなというふうに思いますそして時間と余裕がある方は知見という選択肢もありますというようですねでポイントサイトは高単価にしましょうという話なんですけれどもまあさっきからずっと言ってるんですけどね、えー、具体的に見ていきますで高単価案件これがですねなんとブログやライターでも稼ぎやすいということなんですねで単価に注目してポイントサイトをやってみてください ポイントサイトもすでに登録している方はですね、えー、モッピーとか開いてみてください。で、どんな案件が高いのか、これをチェックしてください、ね。で、そのジャンル、どんどん挑戦してください。そうするとですね、ライターとかでも稼ぎやすくなるということですね。で、低単価は避けましょうと。でちょっとやってもいいですけどね、えー、ただ効率悪いです。で、ブログやライターとかでも稼げないということです。で、高単価案件、本当大事なんですよ。 稼ぐ人は高単価ジャンルで頑張ってるんですよね、基本的には。はい、な,なので、ポイントサイトでも高単価な案件があるジャンルで頑張れば、あなたも稼ぐ方に回れるんですよ。はい。ね、コンビニ店員ね、ね、えー、頑張って皆さんやってます。ただ、最低時給なんですよ、基本的にはね。はい。まあ、居酒屋とかもそうですかね。なので、最低時給で頑張っても、やっぱりなかなか稼ぎきらないんで、 高単価案件、ポイントサイトで経験する。そして、ブログとか、ライターとか、まあ、動画作ってもいいですけれども、高単価でとにかく頑張る。これが大事です。まずは、目先のお金を作る。そして、パソコンをゲットする。そして、先ほど言ったポイントサイトとか、やってみてください。まとめです。救世主サイト、ポイントサイト、モッピー、ポイントタウン、あります。クラウドワークスや単発バイトもやりましょうということですね。で、まずはここからスタートです。 で知見もあります。コーメディカルクラブとかね、えー、ありますのでぜひ見てみてください。そして、えー、無一文からどうするのか詳しくはブログ記事書いてあります。無一文まあ脱出しました。でそこから先どうするのかとかもねまあ、そういうことも含めて書いてますのでぜひ読んでみてくださいという話でした。はいこのチャンネル登録するとなんと10個の収入源が手に入ると。 いうことになっております、まあ、いろんな収入源を、ねえー、紹介してますので、気が向いたものをやっていくというのが、まあ、大事です。気が向いたもの、あるいは、まあ、情報を得てですねあ、これだったら稼げそうだなとかの、なんでもいいですよ、きっかけは。なんでもいいので、とりあえず挑戦してみてください。概要欄に収入の作り方あります。まあ、いろいろあるんでね、えー、きっかけは作りやすいと思うんですよ。ね、1個の、例えばブログだけずっとしてたら、ブログもしね、はまなかったら大変ですよね。えー、文字書くのが嫌いですとか言って。 そういう方はですね、まあ、ブログもしかしたらできないかもしれないということです。ですけれどもこの、このチャンネルにはいろんなやり方ありますんで、ぜひ見てみてください。そして、メルマがやってます。3ヶ月間ぐらいね、ずっとあの収入源について送られてきますんで、まあ、その内容の通り、やればですね、収入源が作れるというふうになっております。もちろん本人の努力次第ではありますけれども、ぜひ見てみてください。ということで、今回動画は以上です。ありがとうございました。